武蔵県の映画に生きる闇の中では自分だけが頼りだ光がさすと相手が見えてくる相手に映った自分の顔もな i gave him poison just for fun i had one friend now there's none i made the devil run i broke so many bones but none of them were ever my own 今日も始まりまました映画に生きるですね、まあ題材はね、まあ、映画に生きるなんですけどあんまり最近いろんな映画のことを話してないような気なんですけど、まあ、あの前回「喝采」ですねあの名作だったんですけど非常になんか生放送で見てた方がいましてねなんか喜んでくれて今回はあのちょうど。 去年の暮れからあの大ヒットをしてる「ワンダーウーマン」あ、あのー、その最初の「ワンダーウーマン」ですね、あのー、それをちょっとご紹介したいと思います2017年のアメリカ映画ですねあこれですねあの主演がガルガドットっていうね女優さんなんですけど身長1 7 8センチなんですよおっきいですよね綺麗な方ですよね あのこの方、確かねあの歌も上手でダンスも素晴らしいあのミスイスラエルなんですね2004年のミスイスラエルに選ばれまして、ね、2007年にテレビデビューしてこれあの2009年に「ワイルド・スピード」マックスで映画デビューを果たしたんですよね。クルクリミリナルとかねケビンコスナース主演の ミスターアンドミとか「スパイとか m a n と s u p ー r m a n j u s ス e s l i n とかねもうすごい映画ばっかり出てるんですけど主演はこれ初めてなんですよねこの作品でオーディションで受かっあの落ちたら主演を取れなかったらもう女優を辞めるつもりだったらしいんですけどまあこの監督がまたねパティ・ジェンキンスって女性なんですけど49歳、えー、この ワンンダーウマンが2本目なんですよねデビューはね「モンスター」っていうね皆さんご存知の方もいると思うんですけどシャーリーズ・セルンが主役であってこんなね太らしてねやっとあの強烈な絵がありましたねあれでシャーリーズ・セルンアカデミー新演女優を取ってますよねこの監督なんですよこれが2本目でねやっぱり、ね、中身を見るとねあのまさしくこの監督って感じしますよね。メイキングをよくいいてるじゃないですか メイキングを見るとね、非常にね、あのやっぱり、俳優を乗せる、なんか、素晴らしい、抜群にうまい監督って感じしますよね。やっぱり褒めるときは徹底して褒めると。向こうは老いみたいですよね。日本はめったに褒めないんですよ、監督っていうのはね。向こうは大体の、ね、いいときはね、もう、もう拍手したりね、もう、もうカットカットで褒めるんですよね。まあ、俳優もその気になりますよね。まあ、パーティー・ジェンキス、これ、有名な、あの今後、どん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 、すごい作品撮るんじゃないですか。 この後ガルガルってあの『クレオパトラ』これも決まってるんですよ。クレオパテラっていうとねあのちょっとこれちょっと横にずれますけど有名なのはあのエリザベス・テーラーそれに、えー、ビビアン・リーこの2人があのやって非常に有名な作品なんですけどあの結構ねこれあの調べてみるとねすごいんですよ。あの エリザベス・テーラーが1963年31歳の時ビビアン・リーがあー32歳ビビアン・リーがあー1945年31歳の時でセダ・バラっていう女優がいるんですよこれが1917年にやってるんですよであとクロデット・コルベールっていうねこの女優も1930年に30歳でやってるんですよねあとは「ソフィア・ローダ有名なところでこれが1954年 なんと22歳ですよね、そううやろうねで1999年にはあのレオノラ・バレラっていう女優もやってるんですよ。あとは、まあ、2000年過ぎて、えー、モニカ・ベルッチ、まあ、これ有名ですよねあのマレーナとかねこれは2002年やってるんですよね。まあ、結構そうそうたメンバーやっててやっぱ有名なのはエザルス・テーラービビアン・リーですねこれがとにかく有名な「クレオパトラ」ですね。 最近ではアンジェリーナ・ジョ,ジョリーが何かやる予定だったんですけどもう彼は実現彼女は実現できなかったと。でこの彼女がもう,もう近々とるんじゃないですかねあのクランクにするんじゃないですかねワンダーマン、まあ、ちょっと話をあの横にすれましたけど共演がスティーブ・トレバっていう役があのアメリカ陸軍の航空部のパイロットタイですね。これが イギリス軍上部と協力して連合軍のスパイがスパイなんですけどこれがプクリス・パインっていう俳優さんですね非常に若,若,若くて素敵な俳優さんですねでこれガルガルット演じるダイアナっていう役なんですけどねこのダイアナのお母さんですかあのー、この島がねアマゾン族のあのー、島なんですよセミシュラ島って言うんですけどねこの ジョーって言うんですけどね面白い名前ですけどこのジョーがお母さんがコニー・ニールセンですねこの,あの妹の役ですか妹さんがあのあ軍の将軍なんですけどあこれがあのまた有名なロビン・ライトですね有名な女優ですね、えー、もう早々なメンバーが共演した非常に素晴らしい大作の映画ですねまあ時代は第二次世界大戦 ドイツで舞台はイギリスですかイギリスロンドンですかねそこから始まるんですけどあの要はこのパイロットがねこのゼウスが作ったバリアで他には見えないんですよ入れないっていうその島ですかねあのセミ,セ,セミシラ島ですか。ここにねあの この飛行機があの彼が乗った飛行機がこう不時着するんですよ。で海の中でこう不時着して結局はどんどん潜ってって溺れかかるんですよ。これをねあの崖の上から見てたあのこのダイアナガルガドットが海に飛び込んで助けるわけなんですよ。こっから始まるんですよね,でね。初めて男性がこの島に入ったんですよ。これ何にしに来たってことで面白いですよ。あのなんか黄金のねこれロープがあるんですよ。これをねあの こうううやっっててると全部ゲロしちゃうっていうねあの昔だったらリンチかけたりね詰めいえたりいろんなことするじゃないですかよくあの、ね、日本の薬剤とかやりますよあとはあの最近ではあの全部ゲロするあの薬飲ましたりとかねこの映画ではねあのロープをこう巻くとね熱くなって全部こう喋っちゃうんですよこう聞いたことを全部喋っちゃうっていうね非常に面白いなんか演出だったんですけどね。 このロープがま,あまた彼女の武器にもなってねすごいんですよねそ,そんなころ全部喋りましてねあのドイツがガ毒ガスを作ったとこれを結局あの世に出されたらもう人類もう滅亡の危機になるとでこれを救うってことであのこの二人あのこの島を出てあのガルガドった島を出て二人でこのあのイギリスに本土に乗り込んでいくんですよ。でこの ジェウスとねああのまあ、実の弟さん、まあ、ギリシャ神話なんですけどあのアレスですかねえかそのか彼が結局はあのよう人間を結局悪に陥れてるとで結局彼をあの結局はあの退治しなかったらこれは平和になんないとそれが結局操ってるってことでこれ退治に向かうわけなんですねまああ最後にこうあの人間に バケてたんですけど、やり合うんですけどね。まあいろんなあの出会う人間とか、いろんな交流があってね。この主人公っていうのは非常に島で英才教育を受けててね。あのもう何百億なんか百何百カ国何何十カ国じゃなくて、あらゆる国の言葉も喋れると。あの科学方式も解けると。俺もちろんあの。 戦闘能能力力抜けてるる身体能力もあるとただね唯一あのないのは世間に出てないから全くもうあの世の中分からないと全くも純粋なんですよね、えーまあ、赤ちゃんが外に出たらもんじゃないですか多分ね俺もう見るも見るも珍しくてね、まあ、そんなんで非常に純粋でね、まあ、最終的にはこれあのこの、えー、主人公二人あのクリス・パイン演じるスティーブ・トレーバーですか このダイアンと、まあ、あの相思相愛になるんですよねあのどこか通じるもんがあってね愛し合うようになるんですけど結局この最後にこの,あのクリス・パイエンジェルあのスティーブ・トレバーはねあのその毒ガスを積んだ飛行機でえ爆弾積んだままもう時間がないからっていうんであの空に向かって大気圏外にもうどんどん飛び立ってもう自爆するんですよ。 もうそれをしょうがないもう団長の思いでこれ見てねもうショックをもうショック受けて落ち込むんですけど主人公のダイアナですが、まあ、愛した男があの世界を救うために自分で死んだとこのショックでねなんかなおさらいろんな眠っていたパーがこう出てきてねすごいまた力がこう出てくるわけですよでそれであの最後にこう戦ってねあの勝って。 平和,を平和がこう来るわけなんですけどね。あれまあ非常に、とにかくあのいろいろ喋れるよりもまだこれあの、レンタル屋さんにもありますから、ぜひ皆さん、これあの、ワンダーウーマンあの、見てください。この後あの、今まだ劇場やってるんですか、もう終わったんですかね、あのこの新しい新シリーズ見ると、非常に面白いと思いますよ。あワンダーウーマンですね。簡単だったんですけど、ぜひとも皆さん、ワンダーウーマン。 あの面白い作品ですよぜひ見てみてください、えー、そんなことです今日はそれとあの先日早いですけどあれ、ね、もう歌いきましょうかねあのちょっと早いですけど「唐歌」の下で「マジャライン」ですね歌お願いします あ,どうもありがとうございましたあのいい歌ですねこの映画に非常にマッチした歌だと思うんですけどね,ね前回大事なキャストをねあのこっちの手違いであの紹介できなかったんですよこの「マジェライン」でね実際やって「マジェライン」っていうお店なんですけどこれをねもう一回盛り返した非常に重要な役をやってくれたあの大月宏之さんっていうね、えー、まあ 非常に素敵な俳優さんですよ。ちょっと写真出してもらっていいですか。あの帽子かぶった。ええ、あ、今そのうち出て今話してきましょう。彼はね雪男っていうねマジュラインの大将の役やってくれたんですけどこれですね。まあ主いね非常にかっこいいねあの自分とも長い付き合いなんですよ。あの薬剤がで、ね、京都松竹でやったねもう。 その時からずっと一緒に共演も多かったんですけどねあの彼はねミュージシャンでもあるんですよもうライブ年間相当ライブやってますねいろんなライブハウスあとはこれお店いろんなところでねおっきいところちっちゃいところ場所を問わずね彼のねあの本当に絶大なファンも多いんですよ大月ゆきさん舞台もねだいぶやっててメインキャストで常にあの舞台やってますねとにかく彼は 忙しくて今、日本ね、あのー、全国またにかけて動いてるんですけど、まあ皆さんもご存知の通り、このコロナ、コロナでみんなもライブはも,もう、本人もやりたいんだけど、お客さんのために中心しようと、あまあね、去年は本当散々だった、今もそうですけどね、まだ緊急事態、もじきもう終わるんですけど、一応は解除になるんですけど、明日明日ですかね、会場なのね、21ですね。えー まだねそんな状況なんですけど彼は本当自分とも長い付き合いで何年になりますかねもうー田斗陽さんと、ね、同じ自分から大体彼と出会いましてねずっと彼とも共演作本当多いですよあ何年だろうもう二十何年二十年ぐらい経ちますかねとりあえず素敵なおじ次の写真行ってくださいもうワンカットあると思うますよね ね、これですねこれがまさにあの居酒まああのそういえばあのこの,、ね、あの鳥越アジアさんでプロレスラーの方多く番組持ってらっしゃるじゃないですか井上隆子さんかなんかいらしてましたねこの方とね夫婦の役でね「光る」っていうのはもう何年か前にやったんですよ。浜田綾子さんあのグランハマダさんの娘さん主演にしましてね 浪岡さんが俳優で、えー、あの相手役しまして、まあ、自分は友めったんですけどあのヒロインのねあの家族の話なんですよこれちょっとまたそれちゃいますけどこの光の話しますけどこの浜田彩由さんの妹さんが骨肉しで足を切断するんですよ。 これで家族がぎくしゃくしながら結局自分がその家族の女房死んじゃってあの父親一つで育てた大工の親父なんですけどね、まあ、結局自分もいろんなことがあってもう腕が使えなくなっちゃうとそれはいろんな人間模様を描いたら非常にねあの素敵な映画に仕上がりましたよねまだレンタル屋さんにあるんじゃないですかあの光るですね、えー、そうそうたるとあのプロレスラーの,あの女子プロレスラーのゲストで出ていただいてね これちょうどプロレスラーのあの関係の人あのプロデュースー入ってもらってねあのやろうかってことであの撮った映画だったんですけどねもう懐かしいですねその大月宏行さんですね今回も非常にいい味出してくれてあのとりあえず自分の兄貴であるあの公、うん、平ですかあの片桐隆さん演じる兄貴これをとにかく心配して心配してね毎日こうあの。 手作りの弁当を届けるんですよ毎日ね食べても食べなくても本当に心配してね彼の人柄が本当にまさにこの役に出てますよね彼そのものがこの役って感じしましたねあの後半最後の方にね、まあ、これ、まあ、言っちゃいますけどあの向こうでねちょうどあの実際にね毎年この自分になるとあの鯉のぼり上がるところがあるんですよ何百っていう鯉のぼりをね あのそのこのぼりを結局はあの好きだったっていう息子がね結局あの被災で亡くなってね結局はあの思い出あるんですよこのぼりってねそれでこのぼりのこういうのを見るとねもうどうしてもこの自分なんと思い出すっていうことでね、えー、非常にいいシーンだったんですね彼がもう本当にこうもう追いつしてねもう話しすながらねいいすごくいいあのこの中で非常にもう。 後半のの素晴らしいシーンンだったんですよ、ね、大月之さんですすねね大さあのマジュライン前回本当はねこっちの手落ちで彼の写真だけ出なかったんで、ね、今日改めて紹介させてもらいました <laughs> 大月博之さんですよろしくお願いしますこのマジュライン東京ではね一応あの関係者あの関係者の 試写会をやるんですよ一応あの、まあ、もうある程度まだ大々的にできないんですけどメンバーあの本当何人も呼べないんですけどねどうしてもこれはもうちょっと厳選された何人かのちょっとあのスポンサーがない意味の,あの試写会なんですけどねまあ、近々やる予定ですまたその,あの鑑賞なんかも報告できればと思いますね。まあ、そんなことでマジェライン トコアの下でマジラインですね、えー、よろしくお願いしますさあ今日は企業の紹介いきますかね最初にナノバブルですねこの会社写真出してもらうとありがたいんですけどナノバリアっていう 会社杉原仁さん CEO 山内守さん代表取締役抗菌シリカ水で作った、ね、あのナノバリアっていうね非常にね優れた抗菌威力を持ってるあの溶液なんですよやっぱりこういうね同じなんですよこういう中に入ったんです今いっぱいコロナの中でこういうのが本当に出てきましたようにねまたどんどん作られてますよね素晴らしいのがね。 何でもいいと思うんですよ皆さんがこうだと思ったのも使ってねとにかく自分で自分で気をつけて、えー、コロナにかかんないようにもう自分でもう予防するしかないんですよこれはねもう人に頼ってもそれ自分自身が結局責任を持ってこれ予防するしかないんですよねあの空気にしてあの次出してくださいこれお風呂場とかあるじゃないですかあのよくどうしても浴室とかあのそういう換気の悪いところってカビ生えやすいじゃないですかあの 要は室内の,この,あの壁とかねそういうところ全部これをね吹きかけておくとねカビもあのつかないんですよ全くカビもあの来ないえつかないっていうね出てこないっていう素晴らしいんですけどね自分なんかお会いした時あのスマホですかスマホのちょうどこの今ちょうど持ってますこのレンズの部分こういうここにねスプレーしてもらったんですよでスプレーしてこうスーッと軽く吹くともう ほとんどもうしょっちゅう使っても汚れたら画面拭くだけでもこの元々は落ちないと一回吹きつければとりあえずあらゆる機能だからこういう付きやすいようなところ全部こうシャットアウトできるっていうねだからよく家のドアノブとかねマンションのドアノブとかエレベーターの押すところとかしょっちゅう触るところとかこれ吹きかけておけば本当は一番いいんですよねあとはこれ玄関 あの、オフィスのこれ全部、あの、壁ですか。本当はこれ新しくマンションとか分譲とかできるじゃないですか。あとは引っ越して賃貸でも入る前。入る前にこれやっちゃえば本当に一番いいんですよね。新しく分譲マンションが一棟できたら、まあ、何十棟って部屋があるじゃないですか。それ全部ね、一気にやっちゃえばこれ間違いないですよ、これね。本当に変なもん、もし持ち込んでもつかないですからね。 それと同時にこのフレッシュナーとか使えば一気にみんな落としちゃいますからねこれね一緒にこれを宣伝するとフレッシュナーってあるじゃないですかこれをねだからナノ,バルナノバブルでこれ壁をコーティングした後こういうのを持ってってあの家に玄関ねあの入る前にこれシュッシュやってこのシャワー自分が見て全部落としちゃうわけですよこれでこれを入ればもう絶対もうあらゆる変な菌はもう 体について入んないですよね、えー、そんなことですね、えー、これ出ますよねいろんなこれあのー、これ見ればわかると思いますけどいろんなこれねあの働きがあるんですよもう素晴らしいんですよね唯一ね cia っていうねあのー、これ国がねあのー、こういう高度なねあの抗、ー、菌をあの認めているのにあのー なんか細胞とか菌ウイルスとかあるじゃないですかこれ、ね、ある程度の相当なレベルで、えー、認めたあのその認めるところが c i a っていう機関なんですよ国が認めたした認証してるこのちゃんとしたここは認証したこれあのあの認めるこのなんつうか証書みたいにもちゃんとねパンフレット載ってますからこれねほんとに間違いない会社ですよねウイルス試験ですかあのまあ モルモットとか使ってまあしょうがないんですけど実際にコロナの菌は使えないじゃないですかそれに匹敵するようなあのあるんですよあのサーズの菌とかいろんな今までの相当のもうあの,師匠あの死に、ね、あの亡くなった非常にそういう危ない非常にもう菌を使って実験済みなんですよあ,あらゆる菌にも あのコロナに匹敵するような相当強い菌にもあの効果はあるってことから実証されてるんですよね素晴らしいですよこれは大阪にある会社ですね、えー、ナノバリアっていう会社です、えー、ぜひ皆さんこれあの見てください感染予防対策ね、えー、ナノロイドシリカシリカって水ですね、えー、こういうねあの要は こういういものには必ずこうフラットになってますけど凹凸があるんですよねこうどうしても物っていうのはどうしてもプラスチックでも何でも肌もそうですけど毛穴があるじゃないですかこう,こう凹凸の塔ですかこうなってますねそこでどうしてもねあのこれはねスプレーしてそれをもう全部かき出してね今度このついたものがあの細胞に対してね申告らしいですよ こっっち来るなってことことの、あの、ついてる、この液、あの溶液ですか。スプレーかけて溶液が。これが非常にね、細胞を寄せ付けない力を持ってるんですよ。どんな、あらゆる、その、コロナにしても、サーズにしても、強烈な、そういう力を持ってるんですよ。だからこれを吹き付けとくと、あらゆる細胞が、あの、ついてこないっていう、素晴らしい、あの、溶液なんですけどね。結構ね、あの、そんな高くないですよ。あの、ぜひ、皆さん、興味ある方は、これ、あの、 電話してみてあの聞いてください電話番号08007778877いいですか電話番号08007778878株式会社ナノバリアですね大阪ですね大阪でありますぜひ皆さんこれに問い合わせしてみてくださいあの非常に親切に教えてくれます、えー、これはねそうなもんですよね よろしかった皆さんぜひまだまだねあのコロナだけではなくていろんな、まあ、世の中これからいっぱい金が出てくると思うんですよ。まあ干渉なんかもこれなんか効果すごくあるらしいですよね。まあ素晴らしいあの会社ですよね。この会社もね。えー、まあそんなことでこの番組のも出てるんですよ前に。あの西井さんのね西井さんの番組でゲストでお二人出てくれたんですよ。本当はねあの前回出る予定だったんですけどちょっと急遽ねあの どうしても外せない、えー、まあご不幸があってねちょっと東京来てたんですけど出れなかったんですけどねまた近々この社長会長こっちに来た時や、ね、一緒にここに呼んでいろんな対談したいと思いますね、まあ、よかったら西井さんも呼んでねなんかあーまあ、友達なんでね一緒にやりたいもんですよねこの番組でねまあ非常に人ってやっぱり出会いですよね思いますよねこれねあのー、今あの盛んに 陽接種始まったじゃないですかただ陽接種ってやっぱりいいことばっかり言ってるんですよね実際ねちょっと写真出してもらっていいですか注射器これ皆さんこれよくねアップにすればわかるんですけどすごいの入ってるんですよこれ本当にねこれこれな,なんていうんですかこれあのこれ中にね水銀とか アルミニウム。あと、ね、猿、犬、腎臓。猿、犬、お猿さんとか犬の腎臓。鳥牛。人間の胎児の細胞や遺伝子。こんなのも入った。あと、細菌や野生のウイルス。豚や牛から作ったゼラチン。ホルムアルデビト。これ、防腐液ですね。あとこれ、その他の化学物質。着色料安定剤。 牛化剤。こんなの入って信じられますあと、グルタミン酸ナトリウムですか。水銀。ガれ、元来なら水銀なんかあったら絶対やばいじゃないですか。こういうのが入った、これ実際に使ってるワクチンらしいですよ。どこのワクチンとか言いませんけど、これ出てますよね。これ本当に今ネットでもこれだいぶ話題になってますよ。こういうのを実際人間の体に入れていいもんかっていうね。これ、あの、 65歳以上の方は、とにかくなるべくどんどん打ってくれってあの国が言ってるじゃないですか。でも実際にね、これであの副作用を起こして亡くなった方とかいいですよ。こう経年を起こしたね。あの、なんとか症候群とかね。こういう方って大体年いった方の、あの、なんかこう、病気持ってる方なんですよ。例えば過去に肺炎やったとか、アレルギー体質とかね、血圧が高いとか、ちょっと糖尿気があるとか。 こういう方が大体この要望接種を受けた時に何らかの形で副作用が出て亡くなっている方も結構いいんですよ。ヨーロッパだと何千人亡くなっているんですよ、もうこれね。日本は全くそんなことをテレビに言わないでしょ。あ誰々が海外で今日も亡くなりました。ワクチンを打ったかために今日は何人亡くなりましたって。一言もどの番組でも言ってないですよね。ねえ。 やっぱりどうしてもマスコミとね国はこういう関係だってうのは,これは皆さんご存知だと思うんですけどこれだって結局は、まあ、買ってるわけですもんねただってことないわけですから、ね、いろんなことでね、まあ、どういうふうにできてるのかわからないですけどちょっとこれワクチン打つの怖いですよねだいろんな形でね自分自身がしっかりと予防するしかないんですよ本当はねワクチンなんか頼らないでね自分の体の免疫性高めてね 運動なりいろんなこういうのをなんかやりながら免疫性高めながら本当にねこれをやんなくてもコロナの業を跳ね返すぐらいの免疫性を高めるのは一番最高だと思いますよね人間って元来ねあの薬飲んだりしないでねあのこう切るとね薬もつけなくても勝手に皮膚がこう治癒する力が持ってるんですよで若い時とか人一倍免疫性強い人ってのはもっと早いんですよ治りがこれね それをね、やっぱりある程度食生活とかいろんなこう、運動やって、なんか日頃のメンテナンスで、どんどん強くすれば、非常にこういうのもかかりにくくなるわけなんですよね。本当はそれが一番いいんですよね。薬とか頼らずにですか。だって胃薬とかね、キャベジンとか、キャベツから取ってるわけじゃないですか。いろんなことでね。確かに、あの、いろんなあの自然界っていうのは、人間の体に素晴らしいものばっかりありますよね。 いし、ね、ただ人によってはアレルギーあってこれも食べれないあれも食べれないって方結構いますけどね特に最近の小さいお子さんというのは非常にアレルギーに対ての方多いですよね、まあ、あとはお子さんだけじゃなくて花粉症もそうでしょうね多分ね昔なんか自分がガキの自分花粉症なんて聞いたことがなかったんですけどねスギ花粉だって結構飛んだと思うんですけどやっぱりどうしても 人間が作ったものを自然のものじゃなくて人間が取るようになったからどうしてもそういう体が化学反応のかなんか起こしてそういう体になっていくんですかねアレルギー体質っていうかね詳しくちょっとわからないですけどねやっぱり時代とともになんかどうしても食生活も変わってしまうんですけど根本的にはね持ってるこの神様からまあ親からもらったねこの体 親、うん、って生まれた時はみんな平等じゃないですか。これはやっぱりね、自分自身がいろんな形で鍛えて鍛えて免疫性を強く強くしていきながら生きてくるのが一番いいですよね。医者も変わんなかったら薬代も必要ないし、診察用もいらないしね。本当にそれを安くかかるじゃないですか。お前も食べれるしね。えー、そうだと思いますね。ちょっと話が逸れてきましたけど。そういえば、さっきのね、ワンダーウーマン。あの、あくまでも映画ですけど、 あのガルガドットって主人公ダイアナはゼウスがねあの粘土で作ったんですよ粘土で作ってそれを産んだとまあ、これでも本当らしいんですけどそんなんだったらすごいですよねあの例えばなんかいい女が欲しいとこういういい女が欲して粘土で作ってこう生まれて出てきちゃうっていうね。 すごいですよね。こう、かっこいい男性に恋したいっていう、そういう理想の男性を粘土で作ってね。で、それが出てくると。こんなことをやったら、もう、すごいですよね。まあ、まあ、ちょっとありえないことですけどね。えー、まあ、やっぱり映画はね、非常にね、あの、楽しいですよね。もう、映画は憧れでいいと思うんですよね。よくあの、自分ら、自分、東映入った時、あの、東映の関係者とか言われましたけどね。 映画は憧れなんだ,とだから全く実生活ないようなことでもいいんだとこれ憧れでそれをいかにリアリティを持ってやる,やることが仕事だとテレビはやっぱり日常生活に近いんでなるべく現実に近いものをやるべきだってよく言われましたよね。 でも時代劇なんていうのは今の現時代にありえないことですもんねあんな刀か,かぶって刀持ってありえないことじゃないですかでも時代劇いつの世でもね作られてテレビでやってますよね、まあ、考え方のっちゃあの総合芸術じゃないですか映画とか映像っていうのは何やってもいいと思うんですよ責任持ってやってもらって世間が OK っていうふうに、えー、認めてくれればですよね、まあ、本当に今 ネットの時代でねほんとにすごいじゃないですかねもういろんなのが出てきましてねこの動物虐待殺処分ね相変わらずこれ相当毎日毎日ねあの本当に殺されてますよもうやんだれぐらい殺されてますよね。あの日本って国はねですよあの 世界動物福祉機関っていうのはあるんですよ。あの、WHO じゃないけど、世界動物福祉機関っていうのは、世界何十カ国も相当あるんですけど、日本って国は最低のレベルで、なんですって。一番最低らしいんですよ。ABCDE の一番最悪らしいんですよ。先進国におは珍しく最悪らしいんですよ。そんだけね、あの、動物、あのー、畜産業とか、豚、ああ、もう、ヤギ、 牛何でも食べてしかもそのもうやり方がなんかえげつないっていうあの野良猫の野良犬に対しても扱いっていうかねそれは世界じゃ本当に最低のランクらしいですよただ実際にね中国とか犬を食べる習慣がついてます今だに一年に何回かいろんなところから犬をあの盗んできたねもう生きたまま殺したんですよあえて言わせてもらうとこの間ネットで見たんですよ あの夫婦で檻があるじゃないですか檻にこう犬が入ってるんですよねで上がこう開くようになってる四角になっててじゃあ殺しましょうかってことで上を開けてワンちゃんのこう首を掴んでこう出すんですよで首になんか紐かかんかでこう縛ってこうもう手で持ってるんですよでワンちゃんは嫌だっつって この檻の四角いところから顔を出して引っ込もうとするんだけども、持ってるから引っ込められないじゃないですか。これをどうすると思います首を吊った上に、あの、撲殺するんですよ。バットか、バールとかで頭殴って。恐ろしいじゃん生きたまま首を出して頭をバンバン殴って殺していくんですよで。ひどいのは子供もやってるんですよ。子供も。あともっとひどいのは、この檻に入ってないのを逃げようとしたこの、首でこの、 縄つけたまま上からこう叩いて叩きつけるんですよ。こうやって。一本強いじゃないけど、ベテンベテンこう。こうやって殺して、バラして食べてるんですよ。これ日常茶飯事らしいですよ。皆さんこんなこと、日本って国はまだそこまではないですよね。思いますよね。ちょっとね、同じ人間としてちょっとね、鳥肌立ちましたよ。これ見た時にね。ずっとね、もうね。ああ、すげえことすんなーっていう。よくね、そういうことを、 網の上からね、首を釣ってね、出た首をバールで頭かいて、こんなになって、も痙攣しても、もう目ん玉飛び出しても、も鼻から血出して、なおかつ死ぬまで叩いて、もう半分シンシュしてるんですよね。すごいことしますよ、でもね、これね、本当に思いますよね。これはでも実際同じ人間として、こういう人がたくさんいるんですよ。アジア圏ですよ、結構多いのが。アジア。 <laughs> でもこういう人たちの国よりも日本の方が動物の福祉関係にしては最低なんですってひどいですよねあの毎回言ってますけど、ね、こういうもう動物の遺虐待は犯罪です日本ではそんなことをしたらいかんです特に日本はもう許せませんね今5年以下の懲役または500万以下の罰金殺した場合は虐待で怪我させた場合とか1年以下の懲役または100万以下の罰金 そう確実にこれ、こうしてもらいたいですけどね、あのー、略式じゃなくて、あのー、執行猶予じゃなくて、これ、実刑およびに、本当とこの罰金をきっちりと取ってもらいたいですよね、こういう人がもし捕まったとしたらですよ、これをやっぱりなくさなきゃいかんですよね、これね、本当、記憶も感情も人間と同じなんですよ、これね、まさに同じなんですよ、動物も、本当、よく、あのー、覚えてるんですよ、こんなことがあるんですよ。あのー 犬、猫も、はぐれてね、あの、車でさらわれて、何百キロも遠くにも連れて行かれちゃったと。それで、結局それになじまなくて、脱走するんですよ、犬が。俺、5年、6年かけて犬、家に戻ってきたって話が実際あるんですよ、犬がね。どえなんか、汚れた犬が来てたと。6年ぶりか7年ぶりかね、こう、なんか、なんか、 でも似てんなぁと。だいぶもう痩せてもうもう行巣も勝ってますよね。7年もずっと家を目指してこう、あの、ずっと母を訪ねて3000人じゃないですけど、戻ってきたんですよ。会いたい一心で。で、帰ってきて、えー、っつって、それで名前呼んだら分かって洗ってきれいにして、やっとなんとかちゃんだねと。それで何日しか経ってなくなったらしいですよね。本当に会いたかったんです。帰りたかったんですよね。 人間よりもむしろ可愛いですよ、逆に、ね。人間なんてそこまでまずしないでしょ、もう。恩も義理もないっていのは人間の世界じゃないですか。動物はね、恩も義理もちゃんと覚えてますよ。人儀もありますよ。猫、犬の世界にもちゃんとありますよ。あのー、本当ね、素晴らしいですよ、動物の世界ってね、思いますけどね。人間がひどいですよ。あのー、さっきのワンダーウーマン第二次世界大戦の話ですけど、 ナイツ、じゃねえ、あの、ドイツドイツナチス。あの、ドイツの当時ナチスってあったじゃないですか。アウシュビッツとかね、ホロコーストとか、あの、ガス室で、ユダヤ人を大量虐殺しましたよね。あれをね、結局、人類が犯した最大の過ちなんですよね。あの、ずっと何年もかけて、あの、それに携わった人たちを逮捕して、 結局軍法会議かけいたろんなことをやったじゃないですかこれをねあの日本っていう国は動物で継承してるわけですよ保健所とかドリームボックスあとはもう愛護施設っていうそういう名前を付けたところがこれ運営してるのは国ですよ行政ですよ我々の税金でこれであの何日かあの一応はそこに持ち込まれた保護した あの捕まえてきた動物はそこで何日か面倒を見るんですよ。どうしても里親とかそういうあの面倒見たいとしか現れなかった場合は最後にガス室のボタンを押すんですよ。生きたままあのガスで殺しちゃうっていうね。中にはもがいて1回で死ねないのがいるんですよ。これはそのままガチャンって開くと下に落として焼却焼いちゃうっていうバーナーでね。ひどいでしょうこれね。でこれをあのもう 骨はもう灰にしてね、これはもうゴミと同じですよ。普通のゴミとして処理されちゃうんですよ。まったくこれ人間がこんなことやっていいのかと思いますよね。ほんともう、情けないんですよね。これボタンを押す人がいるからあるわけじゃないですか。いくらくれてもガンとしてボタンを押さなかったらいいんですよね。俺は嫌だと。私は嫌だと。誰もこれボタンを押さなかったら成り立たないじゃないですか。生かすのはいいと。もう期限来てもボタンを押すのは嫌だと。とにかくもう、 餌をやって、もうとにかく、現れまで、現れなかったらずっとここで死ぬまで飼ってやるっていう。こういうにガンとしてやればね、これなくなると思うんですよ、これね。どう思います、皆さん。これはね、やっちゃいけんことですよ。だって、世界平和を訴えてる日本にとっちゃ、今、現代進行形で、アンシュビッツと同じことを動物でやってるんですよ、日本、これ。絶対これね、いかんですよね。もう俺、本当思いますよね。どう思ってるんですか、これね。 ほんと情けないですもう、まあ、そんなことで、えー、まあ最後になりましたけどこのスタジオはトレイルフレッシュ守られてますイオンが発生してるんですよねこれいろんなこれ出てますけどあこのスタジオはこのオゾンとイオンのパワーでダッシュ除菌あのー、低濃度のオゾン発生してるんですよね ただこれ本当はよく言ったこれねなんかし器は何かで発生してなあればいいんですけどどこに発生してるんだとて俺正直から言っちゃうんだよな <laughs>、えー、まあでもこれでね守られてでここに来た人であのー、コロナになった方は一人もいません大丈夫ですかこれ皆さん安心してくださいでなおかつ自分がねあのー、使ってるこのフレッシュな だから取ってるこれあの素粒子エネルギーが入ってるんですよこのジェルと同じように見てくださいこれジェルエナジージェルアコルデが出してる箱がこういうねあるんですよエナジージェルっていうあの素粒子エネルギーっていうのは生命あるものには素粒子が入ってるんですよ。素粒子がなくなった時命が閉じる時っていうね非常にこれエネルギーって強いエネルギーなんですよねあの生命体にどんどん入ってってね 悪いところをどん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 良くしていくっていう働きを持ってるんですよね。本当にこの素粒子っていうのはこれもう,そうもう何十年も相当前から科学者が結局いろんなあのあの研究してきてねやっと最近こういうことをあの何につ使おうかっていう使えるようなあのっあの機械みたいなあの発明したりねいろんなことで世に貢献できるようなこれ素粒子ですかなってきたんです今ねこれ素晴らしいんですよ。 アコルデっていうところを出してこれかにななってるじゃないですかこれねまずジェルを手に取ってあのアキレス腱の内側からずーっとこのあ側の頸部にかけてスーッとこれを置いていくように塗るんですとあとは側頸部の右る両方ですねあの全身のリンパと上半身のリンパって両方ともこう非常に大事なんですよこれを置いて塗っていくと。 その後、この上行って、この顎のところのリンパあるじゃないですか。ここにも置いていくと、あと脇、脇の下。リンパ、取ってますね。リンパ節ありますよね。こう。あとは、この、この肩の、この鎖骨のところ。ここにも、あの、リンパ取ってますね。ここにも置いていくと。あと脳天ですか。脳天。あとは、これ、あの、自分なんか、首とね。あの、背骨のこのちょうどつ、つなぎ、つなぎ目がポコッと出てるじゃないですか。ここにも、ちょっとふっと置いておるんですよ。 非常にこれねあのあと顔も全部自分塗ってますけどね目の周りとかね免疫性が非常に高まりますよこれ、えー、必ず自分は外出する前に塗ってますでこのフレッシュな歯ってだいたいキーは寄せ付けないと思いますよどこ行ってもこれこうねシュッシュッシュッシ,シ,シュやってこれこれも素粒子入ってるからこれあの手にこうやっても全然いいしね顔やってもいいしね非常にこれ例えばあの どっかあの食べるところの個室入ったらこう巻くとかねあらゆることでこれ使いますからもう常にこうやって入れて持ち歩いてますこれだいぶ持つんですよこれ毎日こうやってふんだんに使ったってこれ一瓶ね1ヶ月は持ちますよねこれね本当にねあのなかなかこれねあの,あのいっぱい出てますけど持ちは優れてます非常にね自分の友達とかあのお店やってる方は結構これ使ってますよ今ね いろんなところに出してるんですけど、何てアルコール入ってないんですよ。だから、あの、飲んでもいいし、肌も荒れないしね。死だってのは非常にいいんですよね。あの、皮膚に対してもいいですしね。免疫性非常に高めるしね。食べ物とか水に入っても全然悪くないです、これ。だこれなんかで自分でうがいしてますよ。こういうところにスす入れるじゃないですか。家帰ったらこうやってガーってうがいして出してるっていう。これね、非常にね。 うがい薬わざわざ持ってくのも面倒くさいんでこれはどこ行ってもこれ持っていけばあらゆるところ行けばうがいも両方できるじゃないですかフレッシュな非常に素晴らしいですね今日ももうあっという間に時間ですね50分なりましたけどあのとりあえず予防注射これ始まりましたけど皆さんあのよく自分自身であの考えて決断出した方がいいですね予防注射するかしないかですね これあの、しないとも言えないし、してくださいとも自分は言えません。これあくまでも個人が決めることであって、あの皆さん一回ご家族でこういうのも全部あの、会議して皆さんでかん考えをこう出し合ったらいいかと思いますよね、えー。今日もありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。